東京理科大の伊藤と申します。高感度アルファ線測定装置および測定技術について、発表させていただきます。初めに、アルファ線、とは、アルファ線は放射線の、一つですね。特に放射性同位体のウランやトリウムなど、アメリシウムなどから放射されることがよく知られています。で、アルファ線の、正体というとヘリウム原子核でして、空気中で数センチほど飛ぶんですけども、紙一枚で止まってしまう性質があるのはよく知られています。で、自然界には、空気中にラドンと呼ばれるガス中ですね、ガスとして、空気中に1立方メーターあたり、約100ベクレル程度、含まれていると、言われていて、ことも、よく言われています。で、被曝に関して言いますと、透過線量係数が20と、他のベータ線やガンマ線が1に比べて非常に高い、性質があるのも特徴の一つになっています。で、アルファ線、どこにあるかというと、原子炉の燃料廃棄物から大量のアルファ線が発生するとかっていうのもよく聞いたことがあると思います。他にも医療の現場で言いますと、BNCT 法など、中性子を当てると、アルファ線を、放射して、がん治療に使えるような、薬剤なんかあるんですけども、そういったアルファ線を用いた治療法なども期待されていますし、アルファ線、一般には放射線なんですけども、半導体のメモリなどに、当たると、損傷を与えて、データを破損しうる、ソフトエラーとして01フリップして、データを破損しうる、ことがあるため、その関連部品には、放射性同位体の不純物を極限に減らす必要が、あるというのもよく知られています。で、そのため、いくつかの企業では、この低アルファの材料を開発しているというのも、背景にはあります。で、私の紹介なんですけども、私の専門分野は、宇宙素粒子実験の、分野で、ニュートリノの、観測だとか、暗黒物質の探索などを、テーマにしております。で、国内外で有名な、素粒子実験のグループを、こちらに、紹介しておりますが、これはニュートリノや、暗黒物質の探索だとか、あと稀な、事象を探索する、物理実験でして、こちらの、検出器は共通して、極限まで少ない、放射性不純物の材料を使って、かつ大型な、検出器というのが、求められてきております。で、これまでの、歴史、長い歴史を通して、きれいな材料の確保だったり、精製、あとは分析技術などは、確立されてきた、背景があります。私は、特に分析について担当しておりまして、その中でも、表面アルファ線の分析について、担当しております。で、特にその材料表面の、微小な放射線汚染っていうのも、この実験では大問題でして、この感度を改善させるだとか、その材料のスクリーニング、分析っていうのも、担当してきました。で、この学術領域内で開発したその表面アルファ線の分析装置は、この、写真に見せている通りなんですけども、ポンチ絵として断面がこのようになっております。ガスタイムプロジェクションチェンバー、略して TPC と呼んでいるんですけども、特徴としては、アルファ線の、3次元の飛跡を再構成できるところが、強みでして、このアルファ線の発生点を、記録することで、サンプルの、表面のどこが、アルファ線の、汚染があるかどうか、画像が撮れるのが、特徴になっております。デモンストレーションとして、15センチ15センチの、15センチ15センチの、線源、アルファ線源を、置いた、テストの、結果なんですけども、正しく四角い、絵が取れていることから、正しくこの、タイム TPC は、アルファ線のイメージングができていることが、見れると思います。で、なんといっても感度がいいことが特徴でして、空気中の自然放射能が、その材料表面に付着するような、人間では感じ取れないような、汚染ですら検出できる高い感度を持っているのが特徴になっております。で、汚染イメージも、先ほど、
言いました通り、取れるのも特徴です。また、アルファ線のエネルギー分布も、測定ができまして、このエネルギー分布からこのアルファ線の放射数、汚染物質が材料表面だけなのか、それとも内部から、内部まで汚染されているのか、判断ができますので、まあ、分析したサンプル、材料を今後どう取り扱っていくのか、フィードバックができるというのも、この装置の、まあ、利点かなと思います。で、分析感度としては、これ単位が、単位時間あたり、単位平方センチメートルあたり、10のマイナス3乗、アルファ線が要は出てるか出てないか判断できる感度で、まあ、設計されておりまして、学術領域内の、いくつかの研究グループから、依頼、分析依頼を、されて、実施してきた、まあ、実績がございます。でいくつかあるんですけども、一つを、ピックアップして紹介します。でこちら、並んでいるのは、シンチレーターという、まあ、結晶なんですけども、イメージングができる、まあ、一番のメリットは、複数のサンプルを同時に、測れるというのが、特徴で、まあ、例えばこういうふうにの7つ、シンチレーターが載ってるんですけども、それのイメージを取ってみると、このように、見えます。アルファ線が出ていれば、このようにシミのように、なって見えるので、まあ、結果として、言えることとしては、市販の GSO が、まあ、とてもアルファ線を出しているということが、まあ伺えます。また、他の結晶は、うっすら、なんかアルファ線が見えるみたいなことで一目瞭然で見えるのが、一番の利点だと思います。また、この領域を選んであげて、じゃあどのぐらいアルファ線が出ているのかを定量するということも可能です。でこの場合だと、例えば、43、アルファパー平方センチメーターパーアワーで、アルファ線が出ているみたいなことが、定量でき、まあ、今後、このなんだ材料をどうするのか、まあ、フィードバックができるようなことになっております。でまあ、これまで学術領域でアルファ線の、分析装置を開発してきましたが、その領域外でも幅広く使ってもらいたいと思っておりまして、活動を、しております。で、特に産業界では半導体の IC チップの細密化に伴ってその放射線耐性が脆弱になる課題というのが、報告上がっておりまして、特に、超伝導の量子ビット回路でも放射線の影響が、報告されています。でなのでまあそのため従来の、低アルファ部品では、まあ、今後将来ですね対応しきれなくなる可能性がある、まあ、危惧されているため、さらに、低アルファな超低アルファ金属および材料というのが必要で、当然その分析装置の感度も高感度化が必要だと、言われております。考えております。でいくつか、企業が低アルファ材料の開発を進めておりまして、まあ、調べたところ、三菱マテリアル社さんは、低アルファのハンダですねを開発生産をして、おります。であとはハニウェル社さんは、低アルファの金属を使った、基板を取り扱っているというのも、まあ、調べました。また、まあ、産業界で使ってもらうためには、まあ、高感度なアルファ線感度が高感度でありながら低コストな装置開発っていうのが、まあ、必要だと考えておりまして、まあ、技術開発っていうのも、進めてき、まあ、た次第です。で、今回、2つ、新技術と、を、紹介いたします。1つ目は、こちらですね、アルファ線の分析というのは、基本的に表面汚染分析ですので、感度を上げるためにはその有効面積を、拡張する必要があります。で、従来ですと有効面積とそのデバイスの面積というのは1対1対応ですので、まあ、つまり読み出しデバイスを、の面積を増やすことに等しかった、です。で読み出しデバイスの面積拡張というのは技術的にもあとは価格的にも、大変なので、できるだけ少ないそのデバイス、まあ、ちっちゃいデバイスで、大面積の分析ができるような、TPC ができないかその、電波構築を、しました。ポンチで示して、いますが、まあ、同心円状の電波を作れば、この点線のところにサンプルを置いて、そこから出てきたアルファ線が、まあ、
電子ですね、二次電子が、真ん中に集まってくれば、少ないデバイスでも、大面積をカバーできる、コストを下げられるのではないかと、感じて、開発研究を進めてきたものです。でもう一つ、は、いくつかの企業 と、技術的な相談をした際に、TPC の技術というのが取り扱いのハードルが高い、手を出しにくいということを言われて、もっと手軽に高感度アルファ線の分析ができないかと、言われたこともありまして、進めてきた案件です。特に不活性ガスの、シンチレーション、不活性ガス中にアルファ線が走ったときに、シンチレーション発光をすることがよく、知られておりまして、それが、使えないかと、進めてきた、研究です。今回、発光パターンから、粒子識別、ができまして、まあ、雑音信号となる環境ガンマ線の、まあ、イベントや、宇宙セミオンの信号を、まあ、効率よく落とせて、結果を感度化できることが今回、突き止められましたので、それについて、まあ、後ほど紹介したいと思います。でまずは、1つ目、について、です。このような電波を構築するためにはですね、読み出しのデバイスも実は曲げなくてはいけなくて、従来ですとなんかデバイスを曲げるというのは、まあ、考えにはなかったので、本当に曲げても動作するのかどうか検証する必要がありました。で、写真に見せているのが、今回、試作で作った、ものです。検証機です。この、銅の網のところに、高電圧がかかって、真ん中のデバイスのところまで、まあ、等電位が、生成される、ものです。で、大事なのが、今回使った読み出しデバイスがジェムと呼ばれるものなんですけども、これが、曲げても正しく、動作するかどうかを、まあ、検証した、まあ、ものです。で、ポンチで示していますが、アルファ線がガス中で、まあ、この TPC の中に入りますと、二次電子が生成されまして、電場に伴って電波に沿って、平行移動して、読み出しデバイスのところに、まあ、到達します。で到達すると、まあ、ジェムだと電子が増幅されるんですけども、同時に信号も生成されますので、その信号を、簡単なアナライザーを使って、解析、読み出しと、解析を行いました。で、こちらのヒストグラムが、宣言を入れた場合、入れていない場合、の比較になっておりまして、横軸が信号の積分電荷に相当しています。で、縦軸が同じ時間でのカウント数なので、まあ、純粋に比較ができるものです。で、宣言入れた場合、入れてない場合で優位に差が生まれていて、優位にアルファ線の信号が検出できたことが言えます。まあ、この結果から、読み出しデバイス、まあ、ジェムですが、曲げても動作することが検証でき、まあ、この、技術というのが裏付けができたと、考えております。で、簡単な検証機は、まあ、作成できましたので、次のステップとしては、実機の、製作の開発ですね、を進めていこうと考えております。で2つ目に関しては、不活性ガスのシンチレーション発光の、手法です。で、まずは、このガス発光がちゃんと、行われているのかどうか、で、あとはどのぐらい発光するのかどうかをまずは検証、しました。真空容器の中に、宣言を入れて、アルファ線を発生させます。で、その時に発光した光を、両側についた、光電子増倍管、光センサーで、読みます。で、そうですね。宣言を入れた場合、入れてない場合で、比較したヒストグラムはこちらになります。で、横軸が光電子数で、発光量に相当する、物理量になっておりまして、まあ、見て、明らかにわかると思いますが、宣言を入れた場合、優位に、アルファ線観測できていることが、確認ができました。でまた、どのぐらい発光するかで言いますと、約80、光電子数、まあ、見えていまして、これは十分にアルファ線分析ができる指標になっております。で、宣言を入れていない場合にも、この領域に、
まあ、信号がいるんですが、これの、多くは環境ガンマ線、もしくは、宇宙線ミューオンが考えられまして、これを抑制するためには、よく使われる手法としては、鉛や、銅で、遮蔽をするだとか、あとはプラスチックシンチレーターの検出器を、この、検出器の周りに、置いてあげて、まあ、信号処理でベトをして、抑制するっていうのも、よくやられる手法です。もっと、なんだ、コストを抑えるために、波形解析、発光パターンで、抑制できないか、調べたところ、この信号の形がアルファ線とガンマ線で傾向が、違うことを突き止めまして、発光パターンの、特徴を抽出した二次元プロットで、比較してあげますと、アルファ線と、ガンマ線と、あとミューオンですね、の事象が、この赤線を境に、よく分離ができている、ことが突き止められました。これを使ってあげますと、宣言を入れた場合の、アルファ線のイベントを、残しつつ、宣言を入れていない場合の、雑音のイベントを効率よく落としていると。そのため、まあ、この結果から、鉛遮蔽や、プラスチックシンチレーターで囲わなくても、高感度なアルファ線分析が、可能であるということが裏付けできました。今、検証機、で、まあ、測定ができていまして、もっと、容器のサイズを大きくして、実機として、実証機として、実用機として、開発を進めている段階に、あります。今回紹介した、2つの技術と比較するために、市販のアルファ線の、測定器、代表的なものをいくつか紹介いたします。メジャーなのが、オルテックのアルファスーツでして、これは、中を真空にして、読み出す半導体の検出器になっております。で、エネルギー分解能が20ケブととても良くてですね、分析か、面積は、直径5センチ小さくて、アルファ線の汚染分析としては、小さいので、ややあれですけども、放射線同位体の、同定をする上で、非常に優れたスペクトロメーターになっております。感度に関しては使用書に、値がなかったので、ちょっと、割愛させていただきます。で、2つ目は、プロテアンの、WPC-1050。こちらは、ガスフロー型の比例係数化になっておりまして、エネルギーは、測定できないんですけども、鉛遮蔽をすることによって環境ガンマ線を抑制できる、仕様になっております。分析面積は先ほどのと同じぐらい、2インチぐらいなので同じなんですけども、遮蔽したことによって感度が良くなって、分析感度10のマイナス2乗、アルファ、平方センチメーターパーアワーのオーダーになっております。で、最後はシアの、ウルトラロー1800です。これは、イオンチェンバーを原理にした装置になっておりまして、エネルギー分解能が9%、で、半導体に比べると、やや劣りますが、エネルギーも分析でき、測定できるのが、まあ、いいことですね。それと、分析面積が、1800平方センチと、広いのが特徴で、まあ、そのため、分析感度も、10のマイナス4乗と、よく、汚染分析で、まあ、よく使われる、ものになっております。感度としては、とてもいいものになっております。で、これらを比較するために簡単な、マトリックスでちょっと、なんだ、区分してみますと、エネルギーの分析についてはオルテックのアルファスーツで、まあ、イメージング、あとは、これらはどれもイメージングができないんですけども、エネルギー測定と、あとは感度ですね。で、このように区分されています。で、今回、紹介した技術で、今、なんだ、分析運用されている TPC に関しては、ウルトラローに比べて感度は、劣るものの、イメージングができる点があるので、まあ、差別化ができるかなという位置にあります。で、新技術の、要素1を使えば、小さい、デバイスで、大面積をカバーするため、感度をもっと、拡張、向上させることができ、ウルトラローに匹敵、もしくは超えることを目指しております。
で、要素2に関しては、もっとお手軽に、感度を上げて、ウルトラローに匹敵することを目指して開発を進めております。想定される用途としましては、極低放射能のサンプルの、表面汚染分析っていうのを、基本的には、やっておりまして、主に半導体の関連材料、素材メーカーには需要があるのかなと考えております。また、これまで通り宇宙船の、宇宙素粒子実験の検出器開発する上で、高感度化、高感度な分析技術というのは需要があります。なので、この分野に限って言えば、分析感度の改善というのは際限ないテーマで、どんどん改善を進めていくものになっています。また、イリオンに、目を向けると、Nα 反応を用いた中性子測定、例えば、包装試薬に対して、言いますと、中性子照射量に対する、α 線の、どれだけ出てくるかの関係などがリアルタイムに明らかになるのは、強みかなと思っております。そのため、治療前の、キャリブレーションだったり、あとは、新薬の開発などにも、α 線の測定が、使えるのではないかと、考えております。また、14のモニターに関して言いますと、アルファ線の正体はヘリウム原子核ですので、新技術の要素1を応用しますと、重イオン、もしくは原子核のビームの飛跡を小型センサーでありながら、大面積カバーできるような、コストダウンが、できないかと考えております。実用化に向けた課題は、いくつかありまして、現在、動作原理の検証と、性能評価というのが今実証済みでして、試作機による、高感度アルファ線の、イメージ分析も含めて、提供できる段階にあるかなと思っております。ガス発光の、増加は、アルファ線のエネルギーの、低エネルギーのところについても、分析にとっても重要だと考えております。で、今、ガスの種類は1種類でしか試していないんですけども、他のガスではどうか、もしくは、混合ガスではどうかなど、最適化が考えられます。また、光センサーの、性能向上というのも今後の課題だと考えております。また、今の試作機では、その読み出し回路は汎用的なモジュールを今回使っておりまして、製品化の際には、専用の回路も構築する必要があるかなと、考えております。また、現在の、配管の作業は完全手作業でして、サンプル交換などの、その真空容器の開閉に伴うバルブ操作も、自動化が、必要かなと、考えております。私としては、宇宙素粒子実験の技術というのを、社会に、還元して、より幅広く使ってもらいたいと考えております。特に、半導体材料化学、他の分野でも、使ってもらいたい。で、もしくは今、運用しているアルファ線の分析装置を使った、分析依頼というのも、学術領域を超えて、受け入れています。その際はどうぞ、ご連絡ください。また、装置を普及するために、ユーザーインターフェースの大幅な改善っていうのも必要だと考えております。ユーザー目線の意見も欲しいなと、考えております。で、本技術の性能をさらに向上するために、低雑音のアナログ回路設計っていう、構築っていうのが重要な鍵になります。TPC では、アナログ回路なので、その雑音をどれだけ落とせるかによって、エネルギー領域の低いところまで、拡張ができる、もしくは長期の安定動作というのが、実現できると考えております。本技術に関する知的財産権については、以下の、2つ、2件特許を申請しております。はい、お問い合わせ先は、以下の、通り、東京理科大学の産学連携機構の、岸まで、よろしくお願いします。発表は、以上になります。ご清聴ありがとうございました。